今月24日に投開票が行われる鹿児島市長選挙を前に鹿児島市役所ではけさ投票所の整理券が郵便局へ引き渡されました。 今朝、鹿児島市役所で鹿児島市の有権者およそ49万2千人分の投票所整理券が郵便局の職員に引き渡されました。整理券には投票所の場所や投票の時間などが書かれていて、今月15日までに各家庭に届けられるということです。期日前投票は今月18日から鹿児島市役所などで始まります。 それぞれの方があ思っていらっしゃるその思い思いというものをお投票に託していただいてぜひ帰県することなく投じていただきたい鹿児島市長選挙にはこれまでに現職の下鶴隆夫さん44歳と元市議会議員の桂田美智子さん71歳が立候補を表明しています 鹿児島市長選挙は今月17日に告示、24日に投開票されます。